ゆるっとレジェンズ、略してゆるレジェン。はい、皆さんこんにちは。ドラゴンボールレジェンズ宣伝 P のワンタッチです。そして開発プロデューサーのトシです。よろしくお願いします。トシと一緒にプロデューサーをやらせていただいているユウです。今月もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、今月もゆるレジェンの時間がやってまいりましたが、はい、トシさん最近ちょっと出演がいろいろ多いですけども。そうですね、そうさせたのはタッチですけど、はい、いや、まあ、はい、いろいろお願いして出てもらってるんですけど、はい、ちょっといろいろとコメント目立つようになりましたね、うん、そうですね、まあ、頑張れだったり疲れてないかみたいなコメントのとこも見るようになりましたけど、はい、引き締めて頑張りますので、はい、ユウはどうですか、前回出演、初出演でしたね。そうですね、まあ、前回に比べたら緊張感はないんですけど、うん、だいぶ今ので緊張感感じたんですけど、いや先ほどの海外 の, あのとあるコーナーの緊張がまだ抜けてなくてですね、はい、まあ、ちょっとそれでまだガチガチって感じがあります、ね、ちょっと今日本語は撮ってるんですけど、その前に海外版の収録してまして、ちょっとそこでねちょっといろいろとあったり、いろいろ、また触れましょうか、はい、また触れますこれは。ではですね、まあ、早速ですが、今月もこちらのコーナーから参りましょう。レジェンズ開発秘話。はい、こちらのコーナーではレジェンズのここだけの開発秘話をお届けしたいと思っております。今日最初の秘話はこちらです。こちらなんですけど、シャロットっていうのはレジェンズのゲーム内でさまざまなキャラクターの必殺技っていうのを伝承してもらうことができるんですけども、うん、まあ、そこのカメラワークにちょっと特徴というか開発秘話の部分がございます。具体的に言うとどういうことになるんでしょうか。ですね、はい、キャラクターによって体の大きさが違ったりすると思うんですけども、うん、例えばナッパだったらシャロットより体大きいし、うん、ゴテンだったらシャロットより体が小さいしっていうところがあると思うんですけど、うん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 、そのまま必殺技を伝承してしまうと、もともとナッパとかゴテンの必殺技というのは彼らに合わせたカメラワークなので、シャロットに合わせて、そのままになってしまうと不自然な形での演出になってしまうんですね。なので今映ってるかと思うんですけども、シャロット専用のカメラワークとして不自然にならないように自然なカメラワークとして毎回都度調整させていただいているというものになります、うん、まあ、例えばその5点のカメラワークをそのままシャロットに当てはめちゃうと、なんかはみ出て見えちゃうとか、胸元ズームみたいな、はい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 、ずれてたり、うん、そもそもエフェクトの位置が違うだったりっていう、はい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 、だから完全コピーではないですよっていう、完全コピー流用してるんじゃなくて、もうシャロット専用で一つ一つ作っているっていう、まあ、つまり毎回作ってますというところです。これはぜひ皆さん、そういうカメラの違いとかもちょっといろいろ見比べていただければなと思います。次の開発秘話はこちらです。どうぞ。はい、太陽系破壊カメハメハときましたが、こちらはどのようなところをこだわられているのでしょうか。はい、まずはこちらの映像をご覧ください。フルパワーで行くぞ。うりゃ、終わりにしてやる。来たまえ。パーフェクトセルのパーフェクトな技ですけれどもこれはもう見ての通り映像の演出にこだわられている部分があるということなんでしょうか。もちろん映像もこだわってまして、はい、そこにも常に力を入れてるんですけど、今回、注目してほしいは別でございまして、うんうん、なんかこの究極技って気持ちいい感じがしませんか。確かにこの技を決めるといつも爽快感というか、他の技よりなんか感じる気はするんですよね。実感してもらうためにちょっと一つこだわりポイントがありまして、はい、敵の体力ゲージにあるんですよね。体力ゲージ、そう、というと演出に合わせて体力平時ゲージですね、平時ってのだ、ゲージの減り方を合わせてるんですはいはい、はい、具体的には100ダメージ、はい、まあ本当は数万数十万言ってるんですけど、はいはい、100ダメージみたいなのが入るとして、うん、本当はまあ一気に100って減ればいいんですけれども、まあ、その与えた分バーンと削ればいい、削ればいいし、まあそれもそれで快感ポイントなんですけれども、うん、この究極技では徐々に減っていくんですよね。20ごとにガツン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 と削られていって、だん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 、いかに攻撃を食らってるかっていうところの演出を見た目と、まあ、体力ゲージのゲームのシステムで実感してもらえるかっていう工夫で、なるほどなるほど。パーフェクトセル以外で何かそういったものってあったりしますでしょうか。これ台本入れてないんですけど、うん、台本入れてないから正直今パッと思いますパッとダメージを、ブロリーが気持ちいいやつ、まあ、ブロリーだったりとか、まあ、あとは最近 の, いわゆる打撃系の必殺技はそういうのにこだわってたりしますね。最近 の, セルもそうですけど、殴ってからカメハメハを打つ時のような必殺技に関しては、殴ってるダメージはもちろん小さくしてカメハメハの方を大きくみたいな、なるほどなるほどなるほど、パンチの方が強かったらカメハメハ打つ必要ないじゃんみたいな感覚にもなってしまって、特に打撃系の必殺技とかそういうのにこだわってたりはしますね。さて、今回開発秘話、2つだけなんですけども、また、次回以降のゆるレジでお届けできればと思ってます。では次のコーナー行きましょう。
どれくらい強いレジェンズプロデューサーバトル。はい、こちら新コーナーとなります。最近ですね、 SNS とかで本当にプロデューサーってレジェンズやってんのみたいな本当に強いのこの人たちっていう声を結構一部で拝見しますね、はい、しますね。まあお二人の PVP の実力っていうところを、まあ今回見てみたいなというところですね。さすがにトップのトップと比べてくるとちょっと劣るところはあるんですけど、まあ、一言言うとちょうどさっき英語版の動画撮ってきたんですよ、はいはい、言うと、うん、ボコボコにしました、まあ、もちろん2回戦って 1-1 の引き分けだったんですけど、はい、1戦目本当にひどかった。いや僕も見させていただきましたけど緊張したんです。緊張です。ちょっとプレーミングミスがひどかったですね。いやひどかったですね、まあ、見られながらやるとちょっとだいぶ緊張するんで、はい、それがお客さんの目に止まるものかと思うと緊張して手が震えてました早速参りましょう。ピンフィーどうぞ。はい、あもうだから出てきましたが、人造人間パーティーとガールズパーティーですね。いやもうこれ本当に嫌だ、うん、このパーティー本当に嫌だ相性が悪すぎるすごい言い訳してますね。どうしようかな相性が悪いとか、マジであのさっきからずっと、うん、はい、相性悪いんだよ相性悪いんだよってずっとこれで俺勝てなかった時辛いんだけどね、はい、これもこれでいやでもね、年は年で、まあ、プロデューサーとしてのね、結構頑張ってるつもりではありますよ、はい、でもあのプレイ中話すって結構辛いんですよ。そうなんですよね。さっきもそうだったんですけど、先手は、パンとセルと人造人間18号、はい、先日全開覚醒した18号ですね。そうですね、は、はい、痛い。あの正直結構16号って硬いキャラクターなんですよ、うん、容赦なくボコボコいってる。でもどっかのタイミングでできれば自爆をしたい。でさらに要望を言うとすれば、ユウ、うん、にはもうちょっと喋ってほしい。いやもうちょっと、ね、あもうだからそあもう本当にいや本当に PVP 中に話すのなんて慣れてないですからね。もう一人家で黙々とやる人間ですから、あもうこういうのもちょっと言い訳が止まらないですけども。いや本当今のうちに言い訳しとかないと。いやあの正直結構緊張もしますからね、これ、はい、何百人何百何千人に見られるっていうのを考えると。そうなんですよね、はい、あセルが削られる。このセル結構好きなんですよね。あの演出かっこいい、何より。ここからいやここから変身です、はい、いやケフラ痛いな。いやケフラはやっぱり打撃のね攻撃力が高いです、ね、やっとそれ持ってたか。これ痛いな。うん、ユーのパーティーの、主軸はもう18号を主軸にして、ね、はい、うわマジもう溜まってんのか。解説途中でマジが来ましたけど、はい、あのさっき英語版収録してた時はもう一言も発さなかったんですけどね、はい、いやあの発さなかったじゃなくて発せなかったです。キャントです全然日本語でもよかったのに。いやもういやこれ痛いな。だからもう、はい、ここ21号が落とされました。あ、やばい、それはない。あ、ラッキーしたけどそうですね、ケフラも究極技まだあるんですよね。あ、ケフラじゃなくなった。18号はっていうか、よく見たら18号一撃も与えられてないな。はい、ここは相性不利でガードですね、はい、えい、あ、必殺技だったいやでもこれ落とせるかな。いやちょっと今微妙だったけど、読めない微妙なラインだけど、落ちてくれ、これは落ちてくれ。よし残念、よしよし。そうですね、まあ、ちょっとセルは耐久面でいうと、少しまあ一回戻ってくるからね。まあそうですね、その時点でだいぶアドバンテージが取れるっちゃ取れるんですけどね。あのやっぱりどうしても何かしらの形でそういう、うん、まあ、バランスは取らない、バランス取らなきゃいけなかったんで、ね、あら、よし、これでかい、これでかいぞ。これでイブに残りました。あ、これはですね、いけたかもしれない。あ、いや、勝て、いや、勝てーな、ほんと誰だよ、こんな硬くしたの。思いっきりぶっこんでやるぜ、一回一回俺だ、私の勝ちだ。やったぜ。はい、ここでよし、私にかなうやつなんているわけねえんだ
ユの一勝ですね。ユ今の勝因は何ですか。今の勝因か、相性不利のライジングでセルを落とせたのと、うん、そうですね、あと結構賭けだったんですけど硬い16号を究極で落とせたのは、16号が死んだのが一番辛い、自爆したかった。あのやつ一人残ってると一体確定で持っていかれちゃいますもんね。そう、ちょっともう一回やろう、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう、はい、からのとりあえず1戦目は僕が勝ったということで、はい、とりあえず言う的には心が、ね、いや楽になりました、だいぶ楽になりました。でも総合のね戦績で言うと多分4対1ぐらいで俺勝ってるよね。総合ってあれですか、人生においてですか。人生ってそんなまだ運営2年半だけれども、そうね、その間での戦績 ね、僕が始めたての頃は異様にサンドバッグにされてましたいや本当にな、はい、ユウは変わらずガールズパーティー、トッシュは、髪の毛、髪の毛ですね。なんか前回のレジでユウが Z プラスフラグメントで全部揃えてくるみたいな話があったと、ね、あ、そういえばちょっとあったね。ですね、僕の持ってるフラグメントリムーバー合計多分100個ぐらいと、はい、時の結晶1000個を失ってなお作れたのが元々持ってた Z フラグメントが S フラグメントになったが僕の結果でした。あ、なるほどなるほど。あんたじゃ相手にならないよ。はい、始まりました。はい、始まりました。ブルーベージュ、ベジトブルーとどうせあれでしょう、ケフラが来なかった、変えてこない、ここで来ました。いやただ属性相性的にね、やばい、それはひどい、それはひどすぎる。読まれましたね。あ、これで削って記憶がなくなるとね、ユウがうまいこと当てましたね。で今日入れていく、あうまい、痛い痛い。そいつサイヤ人特攻持ってなかった、スーパーサイヤ人だっけ、サイヤ人だっけ。サイヤ人ですねいや、どっ本当にこのそうです、ね、ウィルスはね、やっぱり覚醒してると強いよ。このカード封印が痛いですね。カード封印痛いな、これこれやばい。18号の利権がしょうがないな。これカード封印痛かったな。さあここで究極アーツを打っていく。これはしょうがない。今のはもったいねあ、避けられる、避けられなかった。そうなんですよね。よし、はまりました。丁寧に繋いでいく。いや本当はね、ロゼ取っておきたかったんだよ、あの18号の属性相性的にね。でも多分ライジングとか来るんじゃないかな、もう。そうですね、はい、今横にね画面が置いてあるんですよ。これめちゃくちゃ何のライジングアーツカードを選んだかみたい。それ見ちゃダメですよ。さあここが21号、この演出かっこいいよね。かっこいい。あ、読まれた。これ年見てないですよね。見てない。カメラ目線で確認してください。これはやばい。構いませんけど、見てないですよ。いや特殊がね、特殊の時にあ間違えたって言ってなかったから嫌な予感はしたんだよな。これやべ。これはいやでもね、結構あれだよ、緊張してるからね、あのお互いいろんなプレミスしてる。あ、もうマジでほらさあケフラもここで、あ、これやばい、となり、あ、ミラですよね。はいあ、これはやばいな。どれにしよっかな。ここで止めれなければ。何選んだの。打撃。あ、おでもこれこっから巻き戻せるかな。なんか最近ユウにめちゃくちゃライジング当てられる気がするのは気のせいかな。いや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 、実力ですよ実力これでもな、これさすがの18号もこれ火力と泥速度ですね。これはあのやっぱり泥速度やばい、うん、いや泥速度がどんどん繋いでいけるというのがでっかいですね。さあここで、メイヤビーティーからさあ、いやそうか、よし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 、これはこれはさ、これはもう持っていかれたんじゃないでしょうか。
降参していいですか。ダメダメ。ちゃんとちゃんと見届けよ。ちゃんと。ミスれミスれ。あ、ダメ。はい、最後に究極技を使ってくると。打撃でも沈んでいましたけどね。いやいや、ちゃんとねレジェンダリーフィニッシュ見せたいじゃないですか。はい、そうですね。執念で大活躍してなおも強力なベジットブルー。はい。いや悔しい。いやあれ中距離射撃だったかな。とりあえずこれ一勝一敗ですね。あの、はい、平和に終わりました、ね。平和に終わりましょうか。平和に終わりましょうか。ここからというわけで、勝負が終わりましたがどうですか。なんか感想とか。緊張してたのと、うんね、あとビルスが硬かったのがありがたかったし。ビルスはやっぱり強いですね。ちなみにまあ今月とか、未来とかもちろんその辺も強いパーティーになってますけども、他のパーティーとかも今後もちろん、まあ、それぞれまあ分かりやすいので言うと。ちょっと最近もしかしたら悪の系譜っていうようなところあるかもしれませんけど、うん、まあ、まあまあもう少ししたらなるかもしれないしないかもしれないしっていうところですしあとはあれですね、その中でもプレイングスキルを磨いていただいて。そうですね。というとかガールズパーティーでずっとやってきてますもんね、はい、そうですね。もうガールズパーティーが僕は基本的には使ってるパーティーにはなりますねLBR モードという形で限界突破が統一されるモードもあるんで、キャラクター持ってるだけでみんな結構ガチガチなパーティー、お互いで競い合えるので、おふざけ組み合わせだったりとか、ぜひ皆さん試してみてください。もちろん PVP はあくまでレジェンドの一つの楽しみ方ですので、 PVP やらないで、もうゴリゴリ一人で遊び続けるっていうのはもちろんその楽しみ方もレジェンドですので、いや自分に合った形でレジェンドを楽しんでいただければと思います。ぜひぜひ。はい、では次のコーナー行きましょう。レジェンズアップデート情報。はい、今回ですね少し先になりますが11月中旬に予定しているアップデート情報を少しご紹介できればと思います。先月遊びやすさ重視のアップデートをしたばっかりなんですけれども、まだまだそれは続けてまいります。ぜひ次やりたいこととして、スキップチケットをまあ一度に10枚以上使用できるようにしたいなと思ってます。周回効率がぐっと上がりますね。ぐっと上がります、うん、その分エネルギーもスキップチケットも枯渇してしまうかもしれないので、はい、ちょっとそこら辺はちゃんとイベントごとに塩梅分けていただければなと思いますけど、はい、使いすぎには注意ということですね、はいはい、そして、ストーリーレベルシンク機能の実装というところで、はい、こちらご説明いただけますでしょうか。ね、今メインストーリーを新しく始めていただいた方であったり、まだ最初の方のストーリーを始めてなかったっていう人たちにとって、強敵として出てくるキャラクターっていうのが何体かいるんですけれども、今レベル上限が5000になったことによって、過去のキャラクターたちがですね、まあ、どうしてもちょっとあっさり倒せてしまうというところで、ストーリー上の面白さというところが欠けてしまっている部分があるので、うん、レベルシンクを入れることによって、まあ、レベル5000のキャラクターでもそのボス相手に対してはそのボスと同条件になるような形でストーリー上の面白さっていうところを担保できるようなレベル設計を見直させていただいてますと、うん、であともう一つ一番ストレスが溜まってるであろうところが、過去のチャレンジが今の環境だと達成できないと、打撃技を3発入れてくれっていうミッションがあった時、チャレンジがあった時にですね、一発入れるだけで終わっちゃうみたいなことがあっちゃうので敵が2人しかいないのに3回当てろで、ベジットブルーで殴ると大体終わっちゃう、2発終わっちゃうみたいなことがあって単発打撃を入れてなんとかとかするしかないですよね。そこのチャレンジが達成できないという、まあ、ストレスポイントがありますので、そちらに関しては、まあ、見直し予定でございますので、もう少々お待ちいただければと思います。そして、新バトルバージョンの実装も検討されているとのことですね、はい、定期的に、まあ、バトルバージョンいろいろと更新して、はいはい、それこそこの間は、まあ、ちょっと前ですけれどもタックルであったり調整するであったり、いろいろと、まあ、バトルチームのメンバーが頑張ってるんですけれども、もちろんキャラクターが増えていって環境が変わっていってユーザーのいろいろとノウハウも変わっていく中で、我々としてもぜひ楽しいバトルを提供したいので、そういったところにおいていろんな要望であったりっていうところは我々もアンケートであったり SNS であったりちゃんと聞いて吸収してますので、年末に向けて新たなバトルバージョンのアップデートっていうのは現在検討中ですので、ちょっと残念ながらまだ 100% 全部固まってないんでお話できないんですけれども、またその情報もリリースして一気にじゃなくて事前にいろいろとこういう感じで更新してますっていうのはお伝えするのでご期待ください。そうですね、ぜひ要望ガンガンと送ってくだされば、はい、見てます、みんなで見てますの で, てますので、はい、以上レジェンズアップデート情報でした。こんにちは、レジェンズニュースのお時間です。まもなく訪れる年に一度のイベント、ハロウィンの開催に合わせ、レジェンズでも特別なイベントを開催いたします。特別イベント、おかしな超ハロウィンは出血大サービスのイベントとなっております。
本イベントや期間中のログインボーナスで手に入るアイテムで、なんとレジェンズリミテッド専用のマルチ Z パワーと交換することができます。他にもマルチ Z パワーやガシャチケットなど豪華アイテムと交換できますので、毎日ログインしてイベントも欠かさずプレイしましょう。続いてのニュースです。完全初公開となります新キャラクターが登場いたします。まずはこちらの映像をご覧ください。レジェンズに第6宇宙の破壊神シャンパが初登場いたします。早速シャンパの詳細を見ていきましょう。シャンパは射撃火力が高いアタッカーとなっております。また複数の能力低下効果で敵への嫌がらせが得意な性能になっております。敵に殴られると味方の待機カウントを短縮させる独自のアビリティを持っておりますので、カバーチェンジをさせやすく、特殊なカバーチェンジを持つキャラクターの多い神の木との相性が非常に良いです。そしてもう一人、こちらもレジェンズ初登場となるキャラクターですので、映像をどうぞ。バドスもレジェンズの参戦が決定いたしました。バドスの性能も見ていきましょう。バドスは優秀なサポーターになっております。特殊技や必殺技に敵への能力低下効果を兼ね備えており、敵の攻め手を一時的に封殺することも可能です。サポーター寄りの性能ではありますが、自身もある程度戦えることもできますし、火力が出るキャラクターです。以上、レジェンズニュースでした。はい、というわけでニュースパートで、は以上です。今回はレジェンズの開発秘話、都市というの PVP、 そしてレジェンズニュースという形でお伝えしてきましたけども、いかがだったでしょうか。来月もですね、ゆるレジェ、放送してますので、皆さんぜひお楽しみにしてください。何かございますでしょうか。一生いっぱい平和な終わり方だったなと、はい、そう、いや確かに、ね、すごくデキレースみたいに思われるかもしれないですけど、本当に2試合やって一生いっぱいだったんで、はい、まあ、勝敗はまた別の機会にということで、まあ、別の機会にまたちょっとまた次は別のルール設けるかもしれませんね、はいはい、ただただ競い合うっていうよりはもしかしたら面白いことした方がいいかもしれないんで、うん、そうですね。でもまあ、はい、平和に終わってよかった、まあ、と思いますよ。本当に緊張したんで、はい、というわけで、来月も放送もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。またね。さよなら。